キチャンネル。こんにちは。さあ2021年プロ野球総決算ね、はい、反省と来年への課題というところで、はい、今日は3位、うん、巨人と楽天やっていきましょう、はい、ということで楽天から、はい、もう楽天も簡単よ。そうですか。だってもう初めから言えばよ、はい、マー君加入して、はい、マー君岸、うん、涌井則本、うん、あれ早川投手もいるし、うん、いけるんちゃうかって言われた中での、うん、まあ3位じゃんね、うん、ってなった時に今年の開幕前に言ったけど、はい、まあ、懸念としては涌井が2年連続活躍することが少ないっていうね、あ、まあそれがちょっと現実のものになって、はい、でマー君は15勝できるやろうと思ったら、うん、なんとね4勝あの援護がなかった。そうそうそう、無援護、無援護、本当に無援護、ね、うん、4勝9敗、はい、防御でも 3.01 だね、まあ、まあまあまあいいけどね、はい、うん、最後の方までは2点台だったんで、そう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 、うん、でまあ早川が最後ね10勝できなかったっていうところと、はい、一番の問題ってそこじゃないんだよ、うん、そうです、まあ、ある程度本当に先発陣は良かったと思います。外国人、はい、カスティーヨがいきなり怪我して、はい、ディクソンは全く打たへんし、うん、カスティーヨも帰ってきても全く打たへんし、はい、ディクソン1割6分7厘よ、はい、打率、うん、カスティーヨ2割2分5厘、はい、もうちょっと口悪いですよだから結局、うん、浅村とか西は寄せ行って、そこで浅村がね去年と同じような成績がね、はい、出せなかったから、そうですね、で他がカバーできるがいないから、うん、結局きつかったね。だからなんか、うん、鈴木大地と浅村打てば勝てるけど、はい、そこを打てなきゃ島内にいい形で持っていけないから、うん、そこがきつかったね。そうですね、まあ、今年は岡島選手っていう戻ってきた、ね、うん、選手が活躍もしましたけど、その前がねだから結局岡島2番とか入れてたけど、うん、結局打線のつながりなかったなっていうところと、はい、前半戦はね辰巳がね、はい、どうしたんやっていう、これ常にこうやってやってた、常に、はい、頑張ろうと思ってね、どうしたんやっていうぐらいの、うん、お今年はと思ったけどちょっとシリーズも見てね、はい、まあ、ゴールデングラブ賞は取ったけどね、はい、まあ、まあ守備はすごい評価されました、うん、でも打つのがね結局最後蓋開けてみたら2割2分5厘まで落ちてるからね、はい、あと盗塁6個って何気に盗塁しないんだよね、うん、そういったところもね若干あれだし、でピッチャーはよ、うん、松井裕樹怪我してからリリーフバタバタ、うん、途中まですごい良かったんですけど、そうも松井いなくなった瞬間にね、はい、バタバタしだして、あの酒井投手すごい頑張りましたし、うん、で安楽の使い勝手が非常に松井がいた時よかったけど、うん、松井がいなくなったことによって後ろ係になって、うん、その前が抜けてちょっと安楽の存在の良さが生きなかったね、はい、松井がいなくなったことによって、うん、そこがやっぱりだからこの外国人問題よね。そうですね、パンチ力がもうちょっとやっぱり欲しいなっていうのありますね、うんうん、でブセニッツもねちょっとピリッとせえへんしね、はい、外国人の力っていうのは今年はほとんど、まあ、損と惜しくないかなっていう、うん、だから来年に向けてはやっぱりちょっとね岸涌井がちょっとおっさんになってくるからね、38歳36歳だから、うん、もうそろそろ、まあ、今年よかったね、あの滝中西口、はい、とかのこの若い20代がもうちょっといい感じでね、うん、はい、グッと上がってくれば、うん、先発ローテーション面白くなってくるね。あと石橋ね、うん、森原がどうしたんだろうねっていうね、そうですね、全体的にちょっとパッとしないな。あともう頑張るけど、うん、あと鎌田ね、はい、藤平、うん、ここら辺がもうちょっとそう若いピッチャーたちがあんまりこうね、うん、台頭してるのが見えないので、うん、ちょっと頑張ってこないと、西口投手はローテーション入る可能性ありますね、うん、うん、今年はタレバのピッチャーだったけどね、はい、まあ、ここら辺がちょっと上がってこないと、上がね正直ちょっとおっさんだからね、うん、そういったところではもうちょっと頑張らなきゃいけないなっていうところと、キャッチャーが全体的にパッとしないんだよね。うん、もうちょっとこう打線において頑張っていかなきゃいけないのと、で野手が鈴木大地も来年33だからね。そうですね、だからもうそろそろこのね、黒川とか、はい、ね、まあ、でも山崎出てきたのは大きかったね。本当そうです、うん、でも小深田がね、うん、途中からもうダイソーとか要因になっちゃってね。で山崎選手が結構外野も内野もできるので、うんうんうん、ね、そこで結構出られなくなる選手もいますよね、うん、やっぱね。やっぱあと右だね、はい、内田とかね、うん、頑張らなきゃいけない、おこえね、はい、渡辺岩見ね、うん、下鶴で外野も岡島島内がもう33、32になるから、はい、この小郷とか辰巳とかもうそろそろ一本立ちしてくれないとね、うん、あと田中和樹ね、はい、うん、そう、まあ、人は結構いるんですよ。そう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 、うん、じゃ成績見ていくとね、はい、ピッチャーチーム防御率 3.40 4位、先発防御率 3.75 4位、うん、救援防御率 2.75 1位、おフォアボール373、うん、一番少ない、お被打率2割3分8厘パ・リーグ4位、うん、クオリティスタート率 50.35% はソフトバンクと同率で3位、うん、援護点が 3.91 パ・リーグ3位、うん、でもやっぱり先発だね、こう考えると。でもどっちもよ
良くも悪くもなくないですか。でも先発が 1,2,3 4位っていうのは上と結構離れてるからね。あーそうですか。そう上が 3.3 一つ上ハムが 3.4 台だから、はい、0.3 離れてるから、あー結構離れてる、結構4位だけど離れてるんだよ、うん、だからもうちょっと先発が全体的に頑張らなきゃいけない、うん、だから結局はその岸が 3.44 則本 3.17 マー君 3.08 だからでもその後がいないんだよ、うん、そこの後が、まあ、早川もね 3.86 だし、はい、そういったところの先発投手陣がもうちょっと頑張っていかない、うん、だから裏の後の3人だね、はい、が、まあ、滝高もね10勝していい形でできたんで、うん、そういったところでは来年かなり期待だね、うん、もうちょっと若いやつが出てきてほしいね、はい、全体的に、まあ、人としては先発ローテーションもいるので、うんうんどこのチームもいるよ。あ、そうですか。まあ、そうです。人数はいますよね、どこもね。いい人がどれくらいいるかってことでしょうね。そうそうそう、はい、まあでもまあいい形ではね、はい、できてるけどもやっぱ外国人がね、はいまあ、全体的にパッとしないっていうところと、打線においてはチーム打率、はい、2割4分3厘パリーグ3位、ホームラン108本パリーグ5位、 OPS692 パリーグ3位、うん、得点圏打率2割3分9厘パリーグ5位。だ得点圏で打ってないね。うん、得点が532点パ・リーグ4位、はい、だ点取れてないね。打点を取りましたけどね島内選手が、うん、盗塁45個、うん、パ・リーグ最下位、はい、で盗塁成功率、はい、5割5分6厘パ・リーグ最下位。だ盗塁しないくせにしたらほぼ2回に1回アウトになってる。成功してないんですねエラー59個パ・リーグ4位、で三振は975で2番目に少ない、うん、で代打は2割1分1厘でパ・リーグの中では1番成功してる、はい、やっぱ得点圏の1打がやっぱ打ててないね、はい、うんだ結局は島内オンリーなのよ、はい、私やっぱパンチ力ある方っていうのがそこまでいないので、うん、ホームラン数とかもやっぱ少ないですよね、うん、そう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 、だから浅村が67だから打点が、はい、浅村もやっぱ80ぐらいはね、はい、欲しいよね、うん、であとやっぱ外国人がいないっていうところと、うん、3割バッターがいないからね1人も。そうですね、そっか岡島選手もちょっと2割台になっちゃった。そうそう、一番打率高いのが岡島の2割8分、はい、で島内のホームラン21本、うん、で島内の打点96、はい、で最大安打が鈴木大地153、盗塁6だからね、うん、だからそういった意味でもちょっとズバ抜けた人がいない。そうですね、うん、だからこう結局は全員が頑張らないと勝てないっていう、はい、っていうところが、うん、もう一個上に行けなかったなっていうね。そうですね、投手も、うん、打者もこうなんか良くも悪くも、そうそう、だから先発もリリーフも含めただから全員野球だったね。そうですね、うん、リリーフも良かったですけど、そうそうそう、うん、全員野球で全体的にうまく回れば勝てるけど、はい、うまく回れなきゃ勝てないっていうところが、はい、まあなかなか最後ちょっと歯車かみ合わなかったからっていう。だから楽天も10月9勝9敗、はい、最後がまあ貯金作れればね、うん、もうちょっと上に踏ん張っていけたけど、はい、この10月なんて土曜日と水曜日全勝で日曜日全敗だからね。そうなんだ。そう、マー君10月0勝ちゃうか。ここだな。結構佐々木朗希投手投げ合ったり山本由伸投手投げ合ったりってありましたね。10月の日曜日のマー君で30-17って勝ってないんだよ。あ、日曜日全敗。本当だ。で土曜日は全勝、うん、土曜日は岸が投げて全勝して、うん、で、まあ、23日は滝中が投げてるけど、はい、最後の週だけ多分ローテーションが変わって、うん、で25日にマー君行ってマー君負けてるんだよ、うん、山本に、はい、だからマー君でやっぱ10月1回も勝てなかったところが、まあ、3位になっちゃったね。そうですね、うん、ここがマー君が、まあ、最低でも5割とか勝ってればちょっと分かんなかったかも分かんないけど、うん、でも防御率は先発の中では一番いいんですよ。そうなの。でもエースはねエースに勝たないといけないんだよ。山本投手投げ合った時とかマークすごい良かったですけどね。そうそうそう、あの紅林のフォークを拾われて、ね、そうそう、はい、まあ、打線の援護がなくてね、うん、でも、まあ、そこで踏ん張りきれなかったのが結局痛かったかなっていうね、はい、ところだね、うん、じゃあ続いて巨人、はい、楽天なかったね。すごい細かく見てくださいましたね白馬さんのためにありがとうございます、まあ、巨人は、はい、まあ、こう菅野がねやっぱりちょっと怪我して、うん、やっぱこううまく回れなかったっていうところがまあなんて言っても痛いよね、はい、あとやっぱ外国人だね、うん、そのテームズがいきなり出て張り切って、はい、あのアキレス腱断裂して、はい、でスモークがコロナ禍でちょっと帰国っていうところで、うん、まあ、ウィーラーがね、はい、その中で頑張ったけども外国人選手がやっぱりこう期待通りいなかったっていうのが、うん、活躍できなかったじゃないからね、はい、いなかったからね。そうですね、うん、そこはちょっと痛かったかなと、うん、でまあね菅野も6勝7敗、はい、19試合登板だし、うん、
まあ、そこもちょっと痛かったかなっていうね、はい、でまあ、成績だけ見ててもチーム防御率 3.674 位、はい、先発防御率 3.79 は4位、救援防御率 3.49 3位、はい、基本塁打139ワースト2で、フォアボール444もワースト2、だからちょっとフォアボールとか出しすぎだね。デッドボール56個はワースト1、でも被打率2割3分5厘は2位なのよ。打たれてないんだけど、だから無駄なフォアボールとか多いね、はい、明らかに、うん、でクオリティスタート率が 44.76% で4位、援護点が 3.88 でワースト2、打ってくれてないね、あとちょっとフォアボール多い、はい、ピッチャーが、打たれてないのに、だからそう、多分無駄な点やってるね、はい、チーム打率2割4分2厘はセ・リーグの5位、でもホームラン169本は1位、でも単打が750、めっちゃ少ない、ツーベース207本が4位、 OPS709 が4位、得点圏打率2割3分6厘セリーグ5位、点取れてないね、はい、でもホームランも多いんですね、ソロが多いってことですかね、そうそう、だからソロが多いんだろうね、だからこうチャンスで点、一発で点取ってるだけで、でエラー45個で少ない、はい、無駄な失点はしてないんだよね、代打成功率1割9分はセリーグ最下位、代打陣になって、なんか理想なイメージありますよね、巨人って、だからもうちょっと一発構成すぎるね、はい、全体的にこのデータだけ見てると、はい、だから先発投手にはもう無駄なフォアボール多い、で打たれてないのに点やってるってことは、無駄なフォアボールが多くてピンチを作ってそこで多分一本打たれてるんだろうね、それで無駄な失点を繰り返すことによってやっぱ勝ちきれてないっていう試合が多いのと、はい、やっぱエース菅野がやっぱり怪我して、はい、あの絶好調じゃなかったっていうね、先発ローテーションがいなかったからね、そのもう中4日とか中5日で回してたから、はい、まあ、先発がこの25歳以下の桑原伊藤で、高橋はね今年良かったけど、はい、山本平内とか山崎太田、堀岡とか大江横川井上、で戸郷直江戸田沼田、ここら辺がもっと出てこなきゃいけないのと、そう30弱のこの桜井田中豊樹畑古川とか今村とか、とね、ここら辺のメンバーもパーンと来ないよね、そうですね、若干ちょっと投手陣が物足りないよね、でまあフォアボール多いのと、はい、まあ、あと一発構成とこう丸の不調もね、今年は2割6分5厘ホームラン23本、まあ、これで不調って言われるからねかわいそうだけどね、もともとがね、すごかったっていうのがあるので、でまあ、やっぱ外国人ハイネマンとか取ってきたけどパッとしなかったし、まあ、ウイラーもね頑張ったけどちょっとね、はい、まあ、波もあったっていうところもあるけども、ね、まあ、頑張れたけどね、はい、でもまあ全体的にはやっぱ一発構成すぎたかな、あとやっぱ小林のね打率0割9分3厘は痛いよ、はあのセリーグピッチャーとして立つから、そこ2人打たなくなるから、そうですね、そういった面ではもうちょっとね下位打線のねちょっと弱さっていうところも露呈しちゃったかなと、あと先発投手陣が足りない、はい、でリリーフね、なんとか腹マジックでなんとかなんとかやって、もうピッチャーも仲良くもう鞭打ちまくったけど、もう走りきらなかったね、でも最後はね、もう大型連敗でもう沈んだね、はい、でもこうやって見てて、でも3位にいるっていうのはすごいですね、なんかこう見てるともうちょっとあれってなりますね、前半の貯金がね、はい、だって10月4勝11敗3分けだからね、ここでまあ一気に沈んだ、9月も6勝14敗5分けだからね、まあ、それで広島とちょっとどうなるかってなりますよね、このねオリンピック明けからのね、急降下、はい、ここがやっぱり一番きつかったね、うん、まあ、だからもう最初からムチ打ちまくって走ってきたけど、中4日とかリリーフも最初からもう4回ぐらいから使うとか、やっぱやってきたけども、もう最後はもうさすがにバッタね、はい、先発がもうちょっと長く投げる人もね、そうそうそう、まあ、そこら辺をもうちょっと、こう改善していかないと、まあ、なかなか厳しいっていうのと、やっぱスモークテーブスとかの外国人補強がやっぱそこがねうまくできないかなかったっていうところはちょっと痛かったかなと、はい、うん、まあ、でもここからまた外国人選手取ってくるんでね、はい、そこら辺改善していかなきゃいけないですけど、ちょっとピッチャーをね、まあ、ガツッとしないとちょっと来年も厳しいかなっていうところはね、感じますね、はい、さあということで、はい、最後に一言です、はい、楽天巨人ともにいい外国人チケットを取っていきましょう、はい。